はい、半魔家の本物の貴族の半魔王先生です。人間の上の生物です。よく人間たちがね、なんでやんないのかって、殺さないのかということでね、なんか人間たち私に対してね、よく言うんですね。本物の王なんだけども、人間たちはそうですね、上の生物は敵と考えるわけですね。上の生物にとって人間というのは人間で一番優秀な学力がある よりね1000倍私と能力は低いんですね。そういう関係なんで人間というのは野蛮になるんですけども、なんでやらないのかって徹底的に言うんだけど、来てるんですね。上の生物なんで私一人で人間全員と対抗する力を持ってまして、人間全員殺す、一人で殺すこともできるわけですからね。上の生物なんでしょっちゅう来てますよ。で、摩擦で人間と私一人に対して人間全員からのね、攻撃でね、大体平均にして、まあ100人は1日100人とか1000人死んでます、平均でね。これは喧嘩じゃなくて摩擦なんですね。能力差の摩擦なんですね。 YouTube でも一番話がうまいんだけどもね、一番アクセスが多くならないといけないんだけど、全部拒否して一個もアクセスしないでしょ。そういうことで人間たちは私に対して敵として考えて生きてるわけですね。ただ上の生物であるわけですね。だから殺すという以上の力は人間たち全員で、毎日かかってきてるんですよ。だから上の生物なんで私がね、抑えてるということですね。一人でね、やらないか、まだやんないのかって言って殺さないのかっていうことなんですね。人間たち言ってるのはね、しょっちゅう来てますね。そしたらね、ちょっとやられたことはね、福島原発ですね、東海村臨海ですね。私はこっちの方に東京生まれでね、こっちに移ってきて、本物の貴族でね、移ってきて、ちょっと体を壊したんで団体から逃げたんですよ。東京人からね、体壊したもんですからね。で、治す間ということで、その間にまたそういう弱い時に攻撃してきたんですね。これは福島原発は事故じゃないんですね。私こっちに住んだんで、その攻撃でやってきたことなんですね。だからそういう攻撃してます。それで何百万人死にましたからね。だから何万人ですか、何十万人死んでますから、避けるのが大変だったということですね。そういうふうにめちゃめちゃ多く来てます、攻撃をね。そういうことで、あと私が乗ろうとしたマレーシア航空機なんかで世界中の人がやっぱ攻めてきて撃墜しましたでしょ、ね、あれはね、ロシアの投資市場者が代表として怒ってきてね、戦争を打ってきたんですね。でその後3ヶ月後起きた事件ですね。まあ言ってくれたんで、まあ向こうもね、正々堂々と言ってくれるんでいいんですけど、福島原発は言わなかったからね、悪どいですね。まあ3ヶ月前に超能力で偶然分かったですけどね、東海村臨海も3ヶ月前に茨城県警察本部に予感して通報してますけどね。まあ原爆の話で終わっちゃったんですけどね、何か分かりませんでしたけどね。まあそういうことですね。やれというのは、まだ殺してないのかということで言ってるんですね、人間たちは、ね。そういうのは処分しないといけない、人間をね、ということです。